私たちの体は数十兆個の細胞でできています。細胞一つ一つは細胞膜によって細胞の中と外を仕切っています。細胞膜は脂質二重層という油でできた膜です。従いまして油ですとかアルコールといったもの、これは簡単に膜を通過できます。しかしイオンですとか糖、これはほとんど通れません。またこれからお話しする水についてはゆっくりとですが通過することができます。こういった膜を通りにくいもの、あるいは全く通らないもの、しかし細胞にとっては通さなければならないもの、こういった場合にどうするか。細胞膜にタンパク質で通り道を作ります。水の場合はアクアポリンというタンパク質で水チャンネルを作ります。この水チャンネル、私たちの体の中には13種類存在していまして、機能が少しずつ違い、いろいろな細胞がうまく使い分けています。このアクアポリンの働きが必須な細胞、それは私たちの体の中の腎臓の細胞です。腎臓は血液をきれいにして浄化しています。その結果尿ができてきます。その過程で血液を一度ろ過します。その後で再び必要なものを回収してきます。水で言いますと1日に約150リットルという大変な量の水を回収しています。そんな腎臓には何種類かのアクアポリンが存在しますが、ここに示しました緑で光っている場所、ここはその中のアクアポリン2という水チャンネルが存在している細胞になります。このアクアポリン2、腎臓の中でどんな働きをしているか、これは尿の量を調節するのに非常に大切な働きをしています。ご存知の通り、尿をたくさん出したい状態の時、または、乾燥している時には尿をあまり出したくないですね。そういった場合にどのように調節しているか、まず尿を増やしたい、たくさん尿を出したい時、このような環境の時にはこのアクアポリンを細胞の中にしまってしまいます。では尿量を減らしたい時どうするか、脳から分泌されるバソプレシンというホルモンが働き、このアクアポリン2は細胞膜の表面に出てきます。細胞の中にいるときは水を通すことができません。したがって水の回収量は少なくなります。細胞の表面に水チャンネルがあるとたくさんの水を回収することができます。このように私たちの体の中では腎臓ではアクアポリンがよく働いて尿の量を調節しています。